純喫茶パール、広島市に2012年まで存在した純喫茶純喫茶とは種類を扱わない純粋な喫茶店のこと。種類を扱い、女給による接客を伴う特殊喫茶に対してのレトロニム的な故障。明治時代にはミルクホールが知識人たちの社交の場であった。明治末期にはコーヒーを中心に提供するカフェと名乗る店舗が誕生したが、 接客係の助給を置いたことから、夜には主に種類を出し、隣に座る女性に客がチップを払うといった、現在のスナックやクラブのような業態へと変質していった。こうしたカフェは、喫茶店とも呼ばれ、関東大震災以降に流星を見るようになったが、一方で種類を扱わない、本来の意味での喫茶店も一般的な存在となっていった。こうした風俗営業的なカフェ、 喫茶店は1929年のカフェバー等取締り要項、1933年の特殊飲食店取締り規則により規制の対象となり、種類とホステスによるサービスを主とする業態を特殊喫茶、接客の伴わない喫茶店を純喫茶特別するようになった。1955年頃から1975年頃までは純喫茶と名乗る。 喫茶店が各地に多数あった。同行、喫茶店2005。全国生活衛生営業指導センター。h t t p w w w s e i i o r j p a d v i c e d o u k o u 2 0 0 5 0 1 3 h t m l 2 0 1 6年5月7日閲覧。ありがとうございます。